ヤッホー今回はまたバカくだらないいたずらりんちゃんに仕掛けます、イエーイちょうどりんちゃん出かけてるから北村にね行ってちょっと写真を検索してちょうど今帰ってきたとこなんですけどこれ見えます、これ2人のね思い出をこういう感じに載せるやつなんですけど、まあこれなんかりんちゃんがね思い出を飾ろうみたいな感じでこうやって飾ってるんですよ、結婚式のそれをね帰ってきたら俺まともに喋るんで車のおじゃんじゃないですか、だからこれ2人の思い出じゃなくて俺と車の思い出に差し替えたら俺と車の思い出にこれを差し替えたらクソ面白くないですか、帰ってきた時めっちゃびっくりするんですよ、これんじゃいつもここにね自分のアクセサリーで置いたりするんですよ、マスカー入ってきた方が絶対そこ置くからそれでこれがこれ僕ねこれねこれが差し替わってたらクソ面白くないですか、こういう感じでんちゃん除外みたいな、それ今回どうなるか分かんないですけど、まあ検証ですね、思い出を飾ろうとしか言ってなかったんでそれに自分は含まれないんで含まれるとは言ってなかったからちょっと今回そんなくだらない検証やっていこうかなと思ったそんな感じで家族がセットできたんでんちゃんが帰りを待つと思いますね帰り、いってらっしゃいーっす。帰ってくださいもっと迎え入れてくださいもっと面白いことよね、もっと迎え入れてやってはい、重いねはいなんでよ、ほんとにはい、覚えてますかって帰ってきて、そうそうそう覚えていますけって目と目が覚えてますけ帰ってきたほんとだね、帰ってきて帰ってきて間もないのにさ、いってらっしゃいです。愛重いねとかさ、マジクソやろすぎる。だけどもっとさ、受け、もっと迎え入れてよ。数時間ぶりの再会なのにさ。だからそれが重いんでけ。どこが重いの？そう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 。何が？どこが重いの？全然軽いんですけど。帰ってきたらすぐ行ってやろうと。帰ってそうそう。すぐ行ってやろうと思ってさ。それを言おうと思ってたの？帰って SOS を。帰って SOS をってさ。誰が助け求めてる帰ってそうそうって言ったから SOSO ってパンパンパン何言ってんのパンって言ったから今日なんか一段とバカにするねパンパンこれね何この脱線写真何これ何この写真私を含まれるとは何も言ってないじゃん。なんで？いや、なんでじゃん。俺も含まれるとは言ってないけどさ。え、なんで？どうした？どうした？いいじゃん、別に。すごい、なんか外国人風になってる。そんなびっくりするか？え、だって。え、どういうこと？おしゃれでしょって。何が？それだよ。え、どこが？だからそれだっつってんで。見えてんのけ。え、だからおしゃれなのは分かるよ。フレームがね。フレームの、あとはフレームからどん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 中心に行ってみかっこいい人いないかっこいい方いませんえ、どこにミジンコが映ってるミジンコが映ってねかっこいい車映ってんだろしかも、え、何これ加工してるでしょ加工なんかしてねえよ、なんだよ加工ってこんな足長くな
ないじゃん。こんな足も足も長くないし。普通だよ。高なんてしねえよ。ちょっと車体高くなってる。高くどんどん伸びてねえよ。こんな感じで伸びてねえよ。普通だよ。え、嘘。でこの身長だったら絶対180センチぐらいある身長の写真。180下から取ったからだろう。なんでのバカディスってんだよさっきからよ。絶対足加工したから足伸ばしたよ。伸ばして普通だって言ってんの。もういやそんなことじゃなくてさ、うん、なんで勝手に変えるの。すごいね。写真立て替えたら情緒不安定の。だってさこれ写真2人の2人なんか幸せの写真を載せようって話で、ね、そんな話聞いた。このフレーム買ってあるんじゃん。この話聞いた。思い出を飾ろうか。思い出でしょ、うん、2人で思い出じゃんこれ。2人とは言ってないじゃん。2人のだって別にそこにあった結婚式のやつとかさ、だってあそこだって2人の話あんじゃん。まだまださ、だったら最初からこの写真選んでたよ。2人で決めるんだった。2人の思い出なんだった。2人の思い出とは言ってないじゃん。だってどっちかというとこれ私カメラマンじゃん。もうカメラマン、私カメラマンした思い出しかないよな。若干ここに映ってんじゃん、あの車体のところ映ってないよ。もっとあの映ってないかもしれないけど、たまに乗ってんじゃん一応写真撮ってんのにさ、いつも写真撮ってんのにりんちゃん映ってるから邪魔だなと思いながら。ひどいよ。嘘なんで映ってんだろうなと思って。嘘いつもそういうふうに映ってる。めんどくせえ、めんどくせえ何がだよ。どうした、何が敬礼してた足。何がめんどくさいなよ。敬礼してた足。え、もう何だあまり写真の時に映ってるの。だからこうやってやってくんねえかなって。おじぎねえよ。嘘。おじぎが降りてくれと思って。もうそんなこと言ったら絶対に、うん、絶対映ってやるからこうやって絶対映ってやるから。ああ、いくら頭下げてとか。こないだ洗車し終わってさ、洗車し終わって写真撮ろうと思ってる時にさ、こうやって出てるのなんかこんなずっと邪魔だなと思って、映ってんだろポーズしろやと思ってさ、もうこんなこんな邪魔だろこいつと思って。邪魔だろ。邪魔とか言うなよ。自分でも邪魔って違うことだった。邪魔と思ってないよ。じゃあずっとこうやってさ、映ってんの分かんだろカメラよ。なんで撮れねえんだよ。なあ、そう聞きたかった。それを話してから、これあん時さ、なあ映ってんぞこの写真よ。ほら俺映ってんぞこれ本当に。どれ見せてよ。じゃあその写真。 あったこれ、ここら辺にある。ここら辺にある。見せてじゃん。あ、意図的に多分んちゃう写しないかもしれない。あ、いたわ。あ、これだよ、これおいおい、これなんだよこの人だから何これおい、これ何なあ、すげえかっこよく写真撮ってんのにさ、すんげえダセー顔写ってんだよこれ。ミートボールみたいな顔してる、こうやってなあ、レンチンされる前のミートボール。なんか、あ、準備まだですよねみたいな感じだから、映ってると思わなかったの。映ってると思わなかったの。じゃあこれでもよかったの。じゃあこれ、そしたら映ってよ。え、まだこっちの方がいい。あんた映ってるよ。脱いでまだない。どっちが泣いてんの。まだこっちの方がいいよ。どっち泣いてんの。変わったことについて泣いてんの。泣いてる、泣いてるジャクソン。感情がもう、こう、感情がもう、感情が泣いてるジャクソン。泣いてるジャクソン。泣いてるジャクソン。あれでしょ、マイケル・ジャクソンの、あれ、これあるじゃん、これ。それぐらい、不安定。え？ごめん、今の言葉の方が不安定だけど。こうやって、こうやって、こうやって。ゼログラビティみたいな。それぐらいに不安定。不安定。不安定。情緒も不安定じゃない。なあ。そんなこと言う。それいいけど、別に一般じゃん。だって玄関入ってきたところになってさ、その前撮りで写真撮った写真っていっぱいあるし、それこそだってそれに限らなかったとしても、これだって写真あるわけじゃんこれ。え、だからそれはこれだってあるわけじゃんこれ。それは私の誕生日の写真でしょ。2人で撮った写真だけど、これは結婚式の写真と2人で仲良く写真撮ってるやつだったじゃんこれは。うん、俺この時すごい可愛くなったよ今。うん、どこら辺どこら辺がまずか こっちの鼻ちっちゃくなって、片耳、耳じゃねえか。何、うん、可愛くなった気がするから、もう このままでいいじゃん。ダメに決まってるじゃん。なんでよ。だってこれさ、
だってこのもともとこのフレームを買ったのが二人の結婚式の写真と思い出の写真を飾ろうねっていう話でこれ買ったんじゃん。困ってこれブラジャーこれブラジャーの疑問どうして誘惑してんの。してねえよ。かっこよすぎてちょっとあれだ。だってかっこいいんだよ。この写真かっこよすぎて永遠と封印するぞ。そんなに嫌だった。そんな情緒変わるぐらいなの。写真変わっただけじゃん。やだやだやだ。どれなの。意味が分かんない。なんで二、はい、人の家なのに、うん、あんた個人の写真一枚だけ飾んなきゃいけない。だから個人じゃねえじゃん。俺と車の思い出だろそれは。1年間使う1年間。だって車は人じゃないよ。車は人じゃないけどさ。でしょ。いや一人じゃん。単品の写真でしょ。単品の写真なんていらないんだよ。ちょっと写ってるかもしんないじゃん。写ってないから加工で。もうだってもう写ってないさっきの顔死んだやつえまだそれの方がいい。映ってないじゃん私。そんなに自分の顔が映ってないじゃん。当たり前じゃん。だって二人、あんただってせいちゃんだけ一人映ってさ、私だけ映ってないのおかしいじゃん。おいい写真だよ。どっち見せる？どこが？誰が？私は？やだよ。なんでやだ？なんでやだ？へへって感じだ。何今カバみたいな感じだぞ。やだよ。俺がんちゃんの待ち受けじゃなかったらめちゃくちゃ言うのにさ、でもこの車だ。もうとっくのとおりもう私じゃないじゃん。待ち受けはいつの間にか私じゃなくなってるいいじゃん。だって別にそれでいいって言ったんだからさ。ダンダンいいよ変えて。ダンってなんだよ。変えてよ。これ写真変えようよ。誰に。あの待って、さっきのこの間の写真。この写真に飾ってたの。もともと思い出の写真だったら。じゃあ俺が知らない女の子、俺が知らない女の子と写真撮ってる写真が飾ってたらどうすんの。え、まじぶっ飛ばすボッコボコボッコボコにする。ボッコボコにする。木に潰してボッコボコにするよ。こんなんだって潰されてる俺がやって。そう、潰される覚悟はある。それダメ、ね、それダメ、ダメ。そういう思い出もダメなんだ。え、ダメに決まってる。逆にオッケーする人なんでこの世の中この女性にいると思う。これは私がいないとダメだ。金のフレームってことだもん。え、そうだ。だから金なの。うん、金だから、あのゴージャスみたいな感じだと。そうじゃん。ジャーゴス的な。この写真を飾っていいフレームじゃない。フレームじゃないの。うん、ジャーゴスじゃないとダメ。ダメ。私たちのなんかよく写ってる写真じゃないとこれは似合わない。似合わないの。このフレームに合った写真を飾らないとダメだよ。すごいね。全然私着ないんだね。本当にあれだよ、うん、これをもう変える気ないんだったら、うん、私出てくよ。え、そんなに出てくよ。どうぞ。はっ。おい、じゃあ出てくよ。いいの。はっ。はっ。出てくよ、いいの。じゃあどうぞ、行ってらっしゃい。いいの。いいよ。いいの。どうぞ。ねえ、うん、そしたら違う女の子がこういう写真載せちゃうよ。全部くる、俺と車にしちゃう。なんで。帰ってきても俺と車になってる感じ。なんで。なんだよ。うまいね。止めろよじゃん。全部俺と車になってる感じ。おい、どこ行くの。全部俺と車になるよ多分。何だよ。だって行くよって。行くよって。うん、そうそう。そう。行けばいいじゃん。行けばいいじゃん。そっちじゃないよ出口。出口こっちだよ。なんだよ。出口こっち。なんだよ。出口。触るな。なるな。出口そっちですよ。帰ってください。出てくんでしょ。出て行っちゃうよ。有言実行でしょ。出て行こうかなと思ってるわけ。めんどくせえな。いいの、どうぞ。私がいなくてもいいよ、この世の中で。この生活で、うん、生活はね、すごいね。君の生活の中で、ね、私という存在がいなくていいの、君の中で。すごいね、全部巻き込んでいって、うんね、それほど大きな存在でしょ、うん、生活の中で一番大事な存在でしょ。俺まだ何も言ってないのに、それほど大きな存在でしょ、ね、自信持って。で、そうでしょ。そうだね。そうじゃない。そうだね、うん、でしょ。それがいなくなっていいの。じゃあ言っても分かった。そういう存在の人をバイバイなんて言っていいのダメでしょ、ね、止めてほしいの。止めてほしいの。止めてほしいのじゃなくてさ、言うの。あれだってだから。あれだってね。ダメでしょ。もう語彙力失ってて。くさ。うお、なんか、口から、妖怪液みたいなの。え、これ、そうだよ、お前さ、妖怪液だと溶けるやつ。あ、エイリアンとか当たったら、シャワーみたいな。プレデターって言った。そう、あの、ブーコン、うわーみたいな、こんなやつ。溶けるみたいな。もっと出てくよ、じゃん。もう出てくよ、じゃん。いいの？出てくよ。
出てくよ。本当に待ってくださいなんとくださいいいの。あーあーどうぞどうぞそうだよ、待って待って、あーって、分かった分かった、ごめんね、じゃあ写真変えてあげるから。分かったじゃなくて、はい、分かった、もうやり直し、やり直し、出てくよ、出てください、違う、出ててください、はぁ違うでしょ、ね、違う、どうどうもう違うでしょ、そうじゃない、どうしてでしょ、違う違う、どうしたの、出て行ってほしくないんでしょ、うん、ね、出て行ってほしくない、ね、出て行ってほしくないのか、出て行ってほしくないのか、どっち、出て行ってほしくないね、じゃあ、はい出て行くよ、でも、ね、違うのよ、痛い、違う、ね、もう、違うのよ、何、もう一回、もう一回って何、だからつって、何出てて欲しくないんでしょ、出てて欲しくないね、うん、じゃあ出てって欲しくないんでしょ、出てて欲しくないね、何じゃあ何じゃあ出ていくよ、あはははねえもうあはははあれってやべ、ここ最近で一番だったはぁ出てか出てあやばい、顔が戻んない、もう俺これあもうそれもうあるから写真あるからこれほらおんじゃん写真あるよ、ちゃんと撮っといてるから、当たり前だ、戻すよ、捨てたとか言ったら戻すよ、あれ怒るそうはぁはぁあはぁほんとにもうほんとにうざい、変えたよ、これじゃしまうから、これしまって、これ完全にしまっていいでしょ、これだから、うん、これ変えたんでしょ、開かないんだけど、開いた、ね、だから前の写真がねえんだわねえはぁ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 ねえ、ほんとにうざいんだけど、かっこいい写真じゃない、どうした、ほんとに、まあ、今回はマジで究極にうざいんだけど、だから動画撮ってたんですけど、なんかんちゃん遊びに出てたからさ、うん、帰ってきた時に、あ、そういえば写真立て、俺と車の思い出にしたらどんな反応するのかと思って休憩やりました、イエーイはぁはぁはぁ、本当にうざい、本当にマジでうざい、本当にマジで出てったらどうすんの、もう2024年一番笑ったかもしれない、俺そんなにそんなにさ、そんなに笑った、唾飛ばすわ、写真なんか写真車撮ってるのクソ邪魔なとこで撮ってるしどけとも言えねえししかも映んだったらちゃんと映れよって思ってる、こんな顔してるっすよ、やってみ、みんなに映してみたの顔、このさっきの顔、そう映れよ映ってんだったら、あつかっこいいね、さあげるよ、待ち受けいらないよいらないの、待ち受けにしていいよ、いいやいいや戻しとくから私がもう、まあ、自ら戻します、まあ、これはどんな反応するって感じだったんだけど、うん、まあこんな反応するとはね、いや、勝手にそうじゃん、え、出てるんですよ、え、だから、うん、出てって欲しくないんでしょ、出てて欲しくないよ、欲しくないでしょ、欲しくないよ、うん、分かった、分かった、写真くらかいだね、私がもう変えとくから、これ変えとくから、ちゃんとね、変えときます、ちゃんと、うん、はい、うん、じゃあね、じゃあね、ミスド買ってあげんね、あ、ほんと、ほんと、やったー、できるかわいいね